アンドノバンは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、リッチウッド出身の元女子バスケットボール選手で、バスケットボール指導者である。熊谷組でプレーしていたジョンドノバンは実刑。地元の高校卒業後、オールドドミニオン大学に進学し1979年には、チームを A のチャンピオンに導くなど、支配的な選手として活躍した。オールアメリカに3度選出され、 1983年には、初代女子、ネイ・スミス賞を獲得した。大学卒業後、日本のシャンソン化粧品に入団。身長204センチメートルは、日本リーグ、W リーグでプレーした、歴代全選手で最長身である。オールジャパン初優勝、3連覇に貢献。日本リーグでも、優勝3度で2度の MVP と3度のベスト5。 獲得し、第20回大会では、リバウンド賞も合わせての3冠獲得。第1次、シャンソン黄金時代を支えた。1987年からは、イタリアのプロリーグでプレー。米国代表としても1984年のロサンゼルス、1988年のソウルの2、大会の連覇に貢献資金メダルを獲得した。1989年に、現役引退。 母校であるオールドドミニオン大学のアシスタントコーチに転じ、1995年にイーストカロライナ大学のヘッドコーチに就任、A ビールを経て本場のインディアナフィーバー、シャーロット・スティングで指揮を取った。2002年にはローレン・ジャクソン、スーバードラを擁するシアトル・ストームのヘッドコーチに就任。2004年のプレイオフでは女性ヘッドとして初めてとなる王座に導いた。 ストームでは2007年まで指揮を取った。2006年、女子米国代表ヘッドコーチに就任。同年の世界選手権は3位に終わったものの、北京オリンピックで金メダルを獲得。大会後優待。1995年にはバスケットボール殿堂入りを果たしている。1999年設置された女子バスケットボール殿堂にも検証されている。2009年、 ニューヨークリバティアシスタントコーチに就任。後にヘッドコーチ昇格。2010年、シートンホール大学のヘッドコーチに就任。2013年、コネティカットさんヘッドコーチとして、ン場復帰。2015年退任。2018年6月13日、心不全の試し去。シアトルストーム、コネティカットさん、シャンソン V マジックなど、 日米問わず大きく貢献した各チームからツイートメッセージが寄せられた。ありがとうございます。